出ますね。はい、ツイキャスの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒い。暑い。あー暑い。寒い、暑い。寒いっす。リオね、僕は一応ちょっと女性寄りな体なので。女性寄りな。ダメだこいつ。最近ちょっとバストアップしちゃって。浮けるんだけど。浮けるんだけど。なにこれ。あれだから。あ、では始まりますね。5秒前。3、2。リッキー、チカのレッツ深呼吸。はい、皆さんこんばんちは。こんにちは。6月18だね。珍しい、飛んでたね。いやいや、もうね、最近もう何日か分かんないや、もう、わかる。6月18日、はい、すんごい雨でしたね、今日ね。本当に、もう今でこそちょっとね、落ち着いてるけど、なってるけど、激しい豪雨、雷があんなに長く続くと、うん、そうそうそう、もう今日ずっと降ってんじゃないかな、洪水大丈夫かなって本当心配になるぐらいね。え、だから低いところの水はけがね、悪かったら結構冠水してるところもあると思うんで、車ね、運転されてる方は気をつけてくださいね。はい。まあなんとなく明るくはなってきてるから、これからは小康状態かなっていう感じもするんだけど、なんせもう湿気がね、半端じゃない。本当に洗濯物も乾かない、うん、まあ俺の場合はあのスーパー除湿機があるからさね。いいよね、プレゼントでもらったやつでしょ。カラッカラ、中がカラッカラ。もうびしょびしょのバスタオルも、数時間でもう、なんていうの、パリパリ。へえ、すごいね、その除湿機。いくらぐらいするもの？アイリス大山の、アイリス大山、で、2万5000円ぐらいしたって言ってたよ。へえ、これね、いいね、それ。この時期はもう最高だね。俺本当に、まあ、天然パーマっていうのもあるし、この湿気が大嫌いだから。分かる、負けないよそこら辺。この湿気取りのあるじゃない、こうタンスとかに入れる、箱みたいなやつ、で水が溜まって捨てる、使い捨てのやつね、あれ俺ケースで買ったからね。マジですか。それ未だに残ってる。大量に買いすぎて。リキさんそういうの多いよね、大量に買いすぎて残ってるやつ。まあ安い時にさ、今だと思ってもう買っちゃうから、どうせ使うし腐るもんじゃないからと思って、以前大量に買ったらもう買いすぎちゃって、もう未だにあるんだよね。で今スーパー除湿があるから、ね、必要ないじゃん。もらう？あ、もらうもらう。タンスかなんかに、ね、入れてても、じゃあ、今年の秋口冬頃になったらあげようね。ありがとうございます。クリスマスプレゼントで。待って、もっといいのがいい。クリスマスプレゼントだったらいらない。しかも他のがいい。もう冬は必要ないっちゅう。ですね、今日はまあこれからゲストさんもねお見えになるんですけど、はい、その前にちょっと、イベントの告知がねいくつかありまして、これまあ両方ともキンキンなんですけど、日にちでいこうか。6月23日、今月のね、もう日曜日、今週の日曜日になるのかな、6月23日、いろいろ日ですね、日曜日、沖縄コンベンションセンターの展示棟で、竜宮城プロジェクトっていうね、すごいプロジェクトがあって、はい、沖縄コンベンションセンターの展示棟といえば、もう安室奈美恵ちゃんとかも大物、ね、スター芸能人が、
コンサートを開くあの展示場ですよ。満席になると3000人以上ね座れるっていうところなんですけど、うん、そこで、竜宮城プロジェクトっていうね、これ大城清太さん、まあ、天描画家のね、はい、大城清太さんが、描いたこのポスターすごくインパクトがあって、これ子宮をモチーフにして竜が回って、うん、でそれがこうつながってるみたいなね、うんうんうん、そういうイメージらしいんだけど、あのオープニングの幕開けがね、100人の、うん、ホラガイガール、うん、ホラガイも100個なんと集めて、うんうんね、これ多分もう一生に一回見れるかどうかの、そうだと思う本当に、うん、だってこんなことやった人いるかな、いないと思う、いないよね、いないし、うん、そのホラガイ100個で集まるっていうの、ね、集めるのが大変だったらしい、うん、1年以上かかって100個集めてるから、うんうん、これオープニング聞くだけでもものすごい価値があるしね、うんうんうん、で、大城清太さんの講演とか、うん、宇宙に何万年か住んでたっていう、ね、これもめっちゃ気になるんだけど本当にもういろんなね、多彩なミュージシャンとか、うん、いろんな方々が出演されて、でうちの番組にもね、あの出て僕らも応援してる、はい、コンスタントグローのね、ジャハナ・イサムさんの、コンサートミニコンサートもありますね、うんうんうん、でこれあの11時から、2時半までのね、まあ、会場は10時なんですけど、はい、3時間半のもう大プロジェクトで、これ本当に見応えあると思うんで、はい、お時間のある方はあのお問い合わせ先、まあ、竜宮城プロジェクトで検索してもいいんですけど、うんうん、直接の、ね、お問い合わせ先が、090-8105-9824 080-8105-9824こちらまで、お問い合わせしてください、はい、チケットもね、購入して、こうチケットもいろいろ大人今3500円かな、はい、ま、当日はちょっとね高そうなんで、うんうん、あと高校生未満が1000円と、未学習児が、無料という形でお子様連れでもね、楽しめるイベントだと思うんで、うん、はい、ぜひこれはね、まあ、僕らも行きますけど、楽しみですね、非常に楽しみにしてます、はい、ね、こういうあのイベントはねめったにないと思うんで、うん、本当に、ね、参加していろんなパワーをね、うんうん、いただきたいなと思いますね、うんうん、はい、それと、はい、もう一つあのビリケンナイトって言いまして、うん、あの大阪で、ね、あのビリケンさんって有名じゃん、ビリケン聞いたことはあるけど、この足を触るとさあ、はいはいはい、あれか、うんうんうん、ビリケン、まあこのビリケンが意味してるかどうか分かんないんですけど、うん、まあタイトルがビリケンナイトってことになって、うんうん、これもねなかなかのあのエリューさんっていうね、まあ、この僕らの番組の後に番組を持ってる、うん、あのエリューさんのなんかなんとかな、レスパースエナジーって言って、うん、すごいこのパワーエネルギーをお届けするっていう、なんか不思議なね、うん、別にイリュージョンじゃないんだけど、うんうん、トークライブがありますね。これが6月28日、来週の金曜日ですね、はいはいはい、お近く普天間のね、ミルベストっていうの、うん、そこでありますね。電話番号が 098-934-0881 098-934-0881、18時半オープンで、うん、19時からスタートで、食事付きで、トークライブがあったり、あのカチンバのね、ミニライブがあったりしますね。でまた抽選会があって、その抽選会ではまあ、僕らの番組でもお届けしてるティンクティンクの、ね、ペアチケットがね、うんうん、その場で当たったりとかっていう、トークライブになってますね。料金がね、一般チケットが、12,800円、わお、ペアチケットが23,000円、うん、っていうことで、まあこれもう人数がね、うん、限られた人数しか入らないんで、多分あそこ50名も入るかな。本当にもう早い者勝ちみたいな形で、はいはいはい、まあ、僕もあのチケットね、はい、早めに購入して、うんうん、お友達3人で行きますけどね。へー、まあ、こういうのも普段だから
非日常的なことってね、やっぱり体験することによって、うんうんうん、新しいなんかね、パワーがこう自分のところに入ったり、うんうんうん、いろんなねことが起きてくるじゃん。うんうんうん、これってまあストレス発散にもなったり、うん、いろんな何ていうかな、何か起こりそうなんでね、うん、まあ、先ほどの竜宮城プロジェクトもそうですけど、このビリケンナイトも非常に楽しみにしてます、うん、まあ、これだけの、ね、金額ですから、そうですよね、それだけのやっぱり価値があろうかと思いますんで、うんうん、はい、ビリケンナイト6月28日金曜日、ミルベースを普天宜野湾市普天間のね、にあります、これはバーかな、バーみたいなとこなんですけどね、うん、問い合わせ先が 098-934-0881 までお問い合わせください。それか、はい、まあ、僕らの番組の後にね、うん、今日は、エリューさんお越しになるのかな、はいはい、まあ、そこでもね、多分案内してると思いますんで、うん、興味のある方はぜひね行ってみてください。はい、ということで、ゲストさんがねちょっと遅れ気味なんで、ね、今日の雨でね大渋滞してる、あ、いや太陽出てる、綺麗な、あの今ね、まあ、皆さんに見てもらえないのが残念なんですけど、東シナ海の、うん、海面がねものすごくこう白く光ってて、あそこ多分、うん、光がね漏れて、うん、太陽がめちゃくちゃ差してんじゃないかなと思う。すごいね、雲の間からこれはなかなか見れないね、うん、シーンですけど、まあ、すごいですね。もし車でねラジオを聞きになってる方でしたら、東側を見てみてください。すごいね、あんな大雨だったのにね、あそこだけすごい、すごいですね、シルバーに光ってますね、うん、はい、まあ、オープニングでは、まあ、ゲストさんとはまたちょっと違う、ね、話題というか話をしたいなと思うんですけど、実は、はい、チカって小銭入れ持ってる？小銭入れ今は持ってないな、前は持ってたけど、俺小銭入れって好きでさ、うんうん、ね、リキさん持ってるよね、ポケットジャラジャラするのも嫌だし、うんうんうん、で、まあ、なんていうかな、これすごく好きな革製のね、うんうん、小銭入れ結構高いんだよ、うん、まあ、6000円前後するんですけど、うんうんうん、これ買って前お付き合いしてる人に俺プレゼントしたわけ、うん、俺が好きだから、うんうん、あなたも持ってみたいな感じでプレゼントしたら、うんうん、もうだいぶ経ってから、うん、実は私小銭入れ使わないっていうか、まあ、財布に女性の場合小銭入れの、うんうんうん、まあ、ポケットもあったりするから、うん、でそれよかったら使ってってプレゼントしたのに、うん、返されたみたいな感じだったけど、うんうん、これは別れた後それとも付き合ってる時に、付き合ってる時にね、うんうん、使わないのでも嬉しいって、うん、俺好きだからっつって、うん、でそれをずっと使ってたわけね、うんうん、これ 3日ぐらい前にさ、うん、どっかでなくしちゃってるけど俺、で、うん、だいたい心当たりがあるのが、うん、ユニオン の自動レジか、うんうんうん、その後に行ったファミリーマート、うん、公共料金払った時、うんうんうん、この2箇所しかも思い当たらないわけ、うん、でもう諦めきれずにこの2箇所に行って、うん、この辺に忘れたんですけど、うん、忘れ物届けられてないですかって言ったら、うん、2箇所ともなかったっていうわけ、うん、もう諦めきれずに、いやもしかしたら俺どっか車の中かどっかにカバンの隅かな、なんかに入ってないかなと思って、うんうん、もうずっと探してたわけや、うん、もう昨日までもね、うん、頭の中にもうなんか釣り線来たらさ、うん、じゃらじゃらポケットにしてるし嫌だなと思いながら、うんうんうん、めっちゃストレスだった俺、うん、どうしても見つけたいと思って、うん、いやこのユニオンとかファミマに行って防犯カメラチェックしてもらおうかなとか、うん、そこまで考えてたわけよ、うん、でところが今日昼ね、うん、もうどうしても必要だからさ、うんうん、もう適当でいいからもうダイソーかなんか行って、うん、100均で安いの買おうと思って、うん、近くにキャンドゥがあったから、はいはい、キャンドゥ行ったらさ、うん、イヤホン携帯のイヤホンマイク入れるちっちゃなこのケースみたいなのがあるわけ、うんうん、ファスナーの、うんうん、これいいじゃんと思って、うんうん、で念のため小銭入れの財布売ってるところコーナー行ったら、うん、そこにも結構いいのがあるわけさ、うんうんうん、いやこれも100円これも100円と思って、うん、で
お気に入りのやつをもう2個買っちゃってさ、あった2個買って、うんうん、そしたらこれまでのこのストレスがストーンって飛んじゃって、へえ、この100均の2個でね、うんうんうん、いやもう第一の、このジャラジャラが解消されたから、うんうん、すごい楽になってさ、じゃ必ずしもこのなくした小銭入れ、うん、小銭、この小銭入れじゃないとダメっていうわけではなく、いやそうだったっけ本当は、うんうんうん、あは、もうカバーですごいよ、うん、もう使い勝手が良くて、うんうん、でポケットには必ず千円札をこう折れてたんで、うん、万が一のため入れてたりとか、はいはいはい、で大事にしてた五円玉とか、うん、ちょっとしたお守りっぽいのをちょこっと入れたりとかして、うんうんうん、大事に大事にこう長く使ってたもんだからさ、うんうん、どうしてもあれ、まあ、お金的には小銭も含めて2000円ぐらいだったと思うけど、うんうん、はぁーと思ってショックだったけど、うんうん、このキャンドゥで買った100円のこの2個の小銭入れのおかげでスーってすっ飛んで、うん、もうこれでいいやみたいな感じだったんだけどうん、うん、これって女性がよく言う失恋した時の特効薬は、うん、新しい彼女を見つ、あ、彼氏を見つけることだよって言うじゃん、うんうん、それかなみたいな死に極端だないやいやお、ああ、お、何これ、いい小銭入れ持ってるね、これ小銭入れね、ちょっとラジオ聞いてる人はキャン君のね小銭入れなんだけど、すごいね、これは何枚、4枚ずつしかじゃできないのか、あ、これはね俺ストレスだな多分、もう5枚ずつって決まってんじゃん、これ5枚以上だったら漏れちゃうでしょ、どっかに入れないといけないでしょ、アウトだな、これ多すぎる、これしかも500円玉5枚、ね、2500円、3000円でしょ100円玉5枚で、うわすごいね、ありがとう、初めて見た、こういうのもあるんだ、こんなきっちり入れてたら使えないよ、使わないですよ、意味ないすでに入れとくよ、そうなんだということで、もうねあまりこうちょっと長く喋っちゃったな、はいはい、うん、ということで、はい、今日はね、また素敵なゲストさんがお見えなんで、はい、後でねご紹介したいと思いますんで、1時間ね、お付き合い願いたいと思います。FM ギノワンレッツ深呼吸。この放送は、阿蘇山の天然水を贅沢でサーバーで飲めるプレミアムウォーター。地域に愛され10年、空調と水回りのことなら沖宮設備。癒しのオルゴール専門店、沖縄オルゴールドの提供でお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。どうもこんにちは、お久しぶりです、久しぶりです、久しぶりでした、はい、今になってめっちゃ晴れてきてる、そうそうそう、ねえ、ねえ、すっげえ綺麗な空が、いや、偉い時にちょっとゲストになっちゃったかなと思って、いよいよもうね、すっかり、わお、どうぞ、こちらこちらです、はい、ありがとうございます、お久しぶりです、お久しぶりです、お願いします、ね、どれぐらいぶりですかね、どうぶりですかね、ここじゃないか、前にゲストは、先に写真撮っちゃう、あ、そっか、はい、では写真失礼します、はい、はい、チーズ、あ、太陽の差し込みがいいですね、いいですね、どうだ、あ、バッチリです、バッチリ、嬉しい、マイクちょっと近めに、はい、はい、ぶりぐらいですね、多分いろいろね、頑張ってるみたいで、おお、じゃあ、名刺代わりです、作ってくる、名刺代わりです、すごい、名刺代わりです、多分ね、あんまり私のことを、まあ、ゆきさん、ゆきさんご存じないはずだけど、まあ、ね、あの、ちかちゃんもね、あんまりね、本当に、その時のラジオだけですもんね、はい、お金どっかにお会いする、全然ないです、どの辺に大体活動エリアっていうか、そうですね、大体、カフェが多いんですけど、カフェ、うん、市内で、那覇市内、おー、あ、那覇はね、なかなか行かないんだよね、那覇、でもね、クライアントさんにもよるので、那覇行ったり、
時には名護に行ったりもします。呼ばれると、はい、昼間が多いですか。だって昼間、うん、でもまあ昼間お仕事されてる方は土日に行ったりとかすごいですね。キャラメルとか好きですか、お二人。はいはい、キャラメルおじさんって言われて、甘いの好きですけどね、リスさんね。うん、あのいちごのアレジュとヨーグルト、ね、キャラメルとこれめっちゃ懐かしい。どっち食べたいですか。美味しくね、ミルクキャラメル、めっちゃ懐かしい。これは懐かしいよ、めっちゃもうバッサリと。ツイキャスの皆さん、コインもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの今ね、森永のミルクキャラメル、これね、たまに食べると美味しいんだよね。リキさん、開けといてなんだけど、ちょっとあれがいい、ヨーグルト。これも美味しそうね、ちょっと気になる。これもいいよね。じゃあ、森永のヨーグルトキャラメルを実家で食べます。はい、ありがとうございます。食べた頃、うん、いいっすよ、まだ自由なもん、自由なもん。こういう感覚がめっちゃいいですね。全然自由なんで。あの台本も何もない、うん、うちの番組から。それで3年ちょっと、やがて、ね、10月で4年になりますけどね。すごい。ど素人が。全然素人の感じがしない。素人がやっぱり3年4年もやれば、うん、ね、やっぱり慣れるもんだよ。あ、なんか懐かしいあるよ。おかわりもあるんだよ。あのエンディラップ食べながら持って帰ってもいいし、超懐かしい、うん、たまに食べると美味しいんですよね、うん、美味しい。キャラメルってね、なかなか食べないですけどね、うん、美味しい。たまたま昨日これ3個もらったもんだから、ある人から、うん、なんでキャラメルか。さっきのキャラメルおじさんって嘘嘘。いや、今これ3個持ってるからキャラメルおじさんにしたんだけど、実は昨日ね、キャラメルおじいちゃんから3個もらったから。普段食べないんだけどなと思ってたけどさ。あ、食べないんだ。ゆきさんも甘いの好きだけど。いや、あめちゃん、あめ玉はよくないけど、うん、キャラメルはね、なかなか買ってまで食べなかったけど、うん、このハイチュウも食べるのが美味しいし、ね、私もチョコレートをすごい食べるけど、ね、チョコはいつも入ってるんですよ。あ、チョコ大好き、よく食べる。しかもアーモンドが入ってるやつですよね。よく覚えて、よく覚えてます。アーモンド大好き。いつも食べる。必ず冷蔵庫にチョコ入ってる。うん、美味しいですよね、うん、はい、では CM 開けます。はい、ウイスキーとかさ、5秒前、3、2、はい、どうも、はい、歴史深呼吸お聞きいただきましてありがとうございます、はい、今日のゲストさんはきなりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、きなりさんですね。今なんだから、りさんきなりさって言ったけど、なんかリーが2個ぐらいあって、あの今キャラメル食べながら、あの、ね、口の中の上にくっついてたね、はいはい、キャラメルが、うん、まあ、きなりささんね、お久しぶりですね。はい、お久しぶりです。ね、2回目で、うん、ちょっと調べてみたら、ね、うちに最初に来ていただいたのは、この放送が2015年の10月に、うん、まあ、この FM ギルマンがオープンして、うんうんうん、始まってスタートしたんですけど、その翌年の6月21日、2016年の6月21日、うんうん、第37回目の放送の時、うん、ってことは今日18でしょ、うん、本当にちょうど1年ぐらい、おえ、2年、あ、3年、3年か、ちょうど3年になる、ちょうど3年、うん、そんなになるんですね、うん、しかも昨日なんかスーパームーンかなんかでしょ、ストロベリームーン、ストロベリームーン、なんだそれ。だこの時期ってあれなのかな、やっぱり3年前の21日も満月だったのかな、はあ、どうだろう、満月とかに引き寄せられて、不思議ですよね、うん、だからほぼ数日しかね、そうなんですね、3年前の6月21日だから、うん、私こういうことよくあるんです、へえ、実はピタッと、はい、2年前の、じゃあ僕とはもう3年越しに会うことになってるかもしれない、ね、あ、
そう3年後ねちょっと嫌そうそうなんですかね、よくあるんですこういうことが。実は何年前の同じ日にとか、不思議ですね。これ俺もある。今満月の話したけど、あのもう仲いい知り合いなんだけどさ、もう二十数年来の知り合いなんだけど、彼ともう普段会わないわけ全然、仕事も忙しいしもう全然会わないんだけど、彼とたまに力さん久しぶり今日飲みに行くとかたまにはっていう時に、俺もたまたま空いてて、この会う時は満月の時だわけよ、いつもってこと？必ず。ん？いつも？うん、会うたんびに。これ3回目会った時に気づいたわけよ2人が、もう あの時も満月だったね、今日も満月だよっつって、えーってなって。でも何月何日まで日付会ったことありますか？あ、それは分かんないな。何月何日、2年前の何月何日とかって覚えてます？例えばそれがたまたまあって、で後で調べると同じ日だったっていうのがあるんです。よくあるってことですか？はい、よくあるんです。何者ですか？ね、この満月の満月好きな彼も、でリサさんも、猫ちゃん好きでしょ。あ、はい、猫ちゃんめっちゃ猫好きだよね。そういえば大好きです。俺もめっちゃ猫好きじゃん、ね、で猫つながり来ます。本当だ、満月と猫つながり、すごい何か、ね、何か猫好きは成功するって言うからね、何か持ってるのかもしれない。本当ですか？ってよく聞きますよ。あ、そう、なので何かあるかもしれない。前回はね、あの与那覇敦子さんと、あ、はい、そうです、あのストレスクリアのメンバーと一緒に出させていただきました。ストレスクリアコーチング、コーチング、はい、で前回は出ていただいて、ね、で今回はね、今ラジオ聞かれている方は多分リサさんが何されている方かっていうのとかも分かんないと思うので、自己紹介も、お願いします。はい、分かりました。とあれからパワーアップしましたね、本当に、今はあの占いもしておりまして、ね、わお、はい、すごいですね、はい、元からそういうことがあったらしいです。でもそういうの好きそうだなっていうのは、わかりました、思ってたので。なので、現代占星術の琉球水明、バランス統計学鑑定士、長いです、ということ。長いですね、ちょっとね長いですが、ののと、あと、サス心理カウンセラー、メンタルセラピスト、あとここではちょっと書いてないんですが、オラクルカードだったり、マヤ歴だったりの占いもさせていただいています。まあ、あの中心になるのがあの、カウンセラーのメンタルセラピストと、この琉球水明の鑑定書をしております。はい、すごいですね。はい、そうなんです。よろしくお願いします。パワーアップしましたね、はい、あのコーチングからここまで、はい、いろいろありまして、いろんなことが目覚めたというか、こう目覚めたきっかけって何ですか？そうなんですよ、これがすごく不思議で、あの時はコーチング本当に始めたばっかりの時期でしたよね、でその時にいろんな人にちょこちょこコーチングとかをやっていくと、頑張ってましたもんね、やってね、やっていくと、どんどんあの向こうの方から、あの もっとやってくださいということを、あの言われまして、それからコーチングってもうカウンセリングにほとんどなるようになり、カウンセリングをして、そうするとなんか自分のやりたいことがここだったんだっていうことに、気づいてしまい、スピリチュアルな感覚も、なんだかどんどんやるうちに、あ、もうこの人が座ってるだけで、あ、こういうこと聞きたいのかなっていうのがだんだん分かってきて、今ねちょっと仕事じゃないので仕事となるといつも言われるんですけど、なんかリサ先生、仕事になるとスイッチが入ったように変わりますねって言われるんですよ。なんかそのカルチャースクールでも講師をしてるんですが、なんかスイッチが入るみたいで、自分では全然意識してないんですけど、なんかこのカウンセリングの時も、あのスイッチが入るみたいで、なんか変わる人が変わるらしいんですよ。それは自分では分かんないってことですよね。分かんないですよ、もうこの人に集中したりとか、講座に集中してるんでよく分かんないんですよね、後から。そういえば何やったっけっていうのがありますよく。
そういうのもあったりするんで、まあ、ちなみに何占いとか、うん、カウンセリング受けられる方っていう方は、まあ、どん